おいしい。つけ麺屋のつけ麺でしょ、うん、うまい。だしをさ最後まで飲み切るとほんとうまい。ねうまいね、飲んじゃう、うん、これ全部。つけ麺、パスタを使ったつけ麺を作りたいと思います。お、和風だしのつけ麺。そうそう、うまいよ。だしを存分に味わっていただきたいです。これはこれパスタでやるの？そう、今日はね中華麺ではなくて、うん、パスタでちゃんとつけ麺作りたいと思います。あの1個ポイントあるんだけど、それは後ほど。はい、はい、でその他の食材は、はい、バジル、トマト、チャーシューの代わりにベーコン、そして重曹、塩、胡椒、オリーブオイルです。重曹を掃除するのね。いや、掃除しない、掃除もしないといけないまあまあ汚れてるからまずはパンチェッタから。ベーコンでしょ？あ、そう、ベーコンです。 90g ぐらいです。これも成城石井で買った？はい、成城石井で買いましたね。いいベーコンですね。はい、だからこう今日はこのだしパックにちょっとベーコンの脂うまみが入りますから、これまたダブルスープですね。じゃあこのぐらいです、うん、でトマトはちょっとさいの目でね切りましょうね。これをおだしに入れます。一回そばでさトマトつけだれみたいなの作ったやったね。そうそう、あれとは全然違う。あれとはねなんか全然違うね。あれはもう完全ちょっとイタリアンに寄ってるけど、うん、今日はトマト吹っ飛ぶぐらいだし、そうそうそう、だからどっちかというとあの具材って感じ、ソースっていうよりは。これに関しては一緒にすすっていただく具材。じゃあもうあのつけ麺の材料カット終わりね、うん。まずね、パンチェッタをちょっとソテーします。はい、ね、ベーコンね。あ、そうそう、ベーコン少し炒めてね、美味しさを引き出しましょうか。もう油引かずにね、表面こんがりちょっと焼くぐらいで、うん、はい、OK です。ベーコンね、しっかり炒めました。はい、じゃあこれ一回どかしておきます。すんごい油。これをどうするのかちょっと。あ、これはね、もう最後スープに入れる感じですね。まあ、言ったらチャーシューの代わりなんで最後乗せるって感じですね。で、もうちょっと油も使うのでちょっと取っておきます。OK。 はい、それではパスタを茹でていきます、うん、いわゆるつけ麺のね、麺ですね、はい、600から800ミリのお水にだしパック1袋って書いてあるね。はい、はい、あの忠実に守っていきましょうか。火にかけ沸騰したら中火にして5分煮出します、はい、はい、じゃあ水からね、水からやって、水からです。沸騰したらその後5分ね。はい、まず沸騰するまでいきますね、はい、じゃあ同時につけ麺のつけ汁です。はい、つけ汁も作っていきます。で、こちらはこれもうだしごと入れます。パックではなく粉末も美味しくいただきたいんで入れちゃいます。で、これで火にかけていきますね。はい、じゃあどっちもね5分はお水から沸かします。はい、はい、ね、沸いてまいりました。ここから5分ですね、うん、こちらも香りがすごいいい香り ね、 ね、もうこの部屋充満してるよ。魚の香り、うん、魚の香りです ね、 ね、椎茸の香り見つかるかな。椎茸は、そう、イノシン酸、グルタミン酸。椎茸はね、グアニル酸です。何グアニル酸って？そう、グアニル酸ってね、三大旨味成分の一つで、あのイタリアンだとポルチーニとか、ほうほうほう、ドライトマトとか。なるほど。そう、じゃあこのだしパックはグルタミン酸とイノシン酸と、うん、グアニル酸の相乗効果が全部入ってるってことなんだ。そう、でましてや生のトマトとパルミジャーノ使ってるから、うん、すごいよ。スープの方5分経ちました。後で完成させましょうね、うん、なので一回火止めます。はい、そしてこちらもね、5分経ちました。じゃあこのだしパックを取りましょう。綺麗なお出汁出てます ね。このまま一回いただきますか。いただきましょう。うん、いい香り。うん、美味しいね。優しい、優しいけどちゃんと旨味が出てますね、うん、旨味たっぷりだ ね。美味しい。あ、もういろんな味すんな、確かに、うん、椎茸見つけられました。うん、椎茸あるかな。難しいね人間の舌は難しいね。難しいっす。OK、 はい、じゃあこの旨味たっぷりのお出汁でパスタを茹でていきます、うん、で、今日ポイントあります。つけ麺にしたいので、はい、ここに重曹を入れます。あ、はい、これね、重曹を入れるともちもち、あのつけ麺になります。中華麺入れますね、はい、ね、お塩入れますね。パスタにもしっかり下味つけます。では、はい、パスタ今日 200g 茹でていきます、うん、しっかりね、お出汁をパスタに染みさせていきますね。今日はもうあのつけ麺だからね、冷たい麺で食べるから、うん、しっかり茹で上げてもらって結構です。むしろあの表示時間より1分2分多めでいいと思います、うん、で、最後冷水で締めると。14分経ちました。いつもより多めに茹でてますね。なんかパスタっぽくないでしょ。確かにプルプルでラーメンっぽい。うん、めちゃくちゃもちもちしてる。あ、そう、うん、旨味成分が染み込んでるわけでしょ、はい、そうです。めちゃくちゃ魚介の出汁の味がする。へ、あと重曹の味重曹は洗い流せばいい。そう、だから絶対締めなきゃだね。このままいっちゃう絶対だね。重曹苦いから。
だからつけ麺以外で重曹入れちゃダメってことね。洗い流した後にもう一回火入れればあったかい麺でも食べられるから。そこそこ。じゃあこれを、はい、じゃあ洗いますね。冷水でね、お願いします。閉めてください、しっかりね。はい、やるぞ。閉まりましたね。すごいです。はい、つけ麺だ、つけ麺だ。はい、じゃあ麺ができたんで、うん、スープ作っていきましょう。はい、はい、スープまた今温めてます。ここにトマト入れますね。もうあのガンガン煮ることはないので、うん、さーっと火が入ったらもう出来上がりです。はい、そして先ほどソテーしたベーコン、はい、これを油ごと戻します、うん、ね、ベーコンの油も入りました。さあ、美味しそうなお出汁が出来上がります。で、味を見てここにお塩をしたら、うん、もう魚介出汁は完成ね。へー、はい、うん、この状態、うわ、すんごい魚介の出汁ね。ここにラビダを、はい、ここにラビダが入ります。結構たっぷり入れなきゃいけないね。そう、あのお出汁自体には出汁、ね、お塩ついてないし、そうだね、そう、まあ、あるとしたら今ベーコンの塩加減だけなんだけど、うん、そうだね、しっかり塩してください。しかも漬け汁だから割と濃くても、うんうん、ね、いいよね。ブラックペッパーいきます。もうスープも出来上がりました。はい、盛り付けます。うん、いい香り。で、ここにバジル。はいはい、ね、おしゃれなつけ麺ですね。おしゃれなつけ麺でしょ。ネギの代わりにバジル。ネギの代わりね、本当そうだね。そしてオリーブオイル、これはもう香りますからね、これ重要です。つけたね、はい、いるいる、このぐらいいる。OK、はい、じゃあつけ麺のね、つけ汁完成、あとは 麺を盛るだけです、はい、すごい、本当にパスタと思えない感じになってるね。つけ麺っぽいでしょ、うん、ね、OK かな、こんな感じ。完成です。いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、おいしい。もうつけ麺だね。つけ麺屋のつけ麺でしょ、うん、うまい。だし効いてますね。体に優しいってよくつけたもんだね。ね、本当に優しいお味が、なんか食材が生きるんだよね、全部。そう、だから体に優しいっていうのは本当にいい絵で妙だなっていう。いいなこれ。あ、おいしい。このだしをさ、最後まで飲み切ると本当うまい。ね、うまいね、うん、飲んじゃうこれ全部。いやー、美味しいね、この出汁。いいでしょ、うん、ね、これ今概要欄からね、買っていただくとアウストラプリア限定なんだって、 15% オフで。なるほど、はい、もう我々の視聴者の方だけ 15% オフにして販売しますよって、まあ、一度あの良ければ本当にあのサイト見ていただいて、うん、ね、我々がまだ伝えきれてないポイントもあると思うんで、うん、興味ある方はぜひ買っていただいて、今あるお出汁と比べてみてもいいかも ね。一番いいのはもう出汁を袋から開けて溶かしてそのままいただいても、うん、なんかえぐみとか、ね、魚臭さがないのがいい。なんならもうあの出汁パックではなく、うん、もう開けちゃってもうお味噌汁に入れるとか、そうだ ね、お鍋に入れちゃうとか、うん、もうこんなつけ麺の、ね、お汁もいいんだけど。美味しかったもんな、全部飲んじゃったもんな。いや、飲んじゃうよね、うん、ね、